皆さんこんにちは、プロゴルファーの鎌田ハニーです。今回は女性でも力のない方でもできる飛距離アップ法をご紹介します。今回はフォロースルーについてお話ししていきたいと思います。飛距離アップするにはスイングアークが大きくないと飛距離は飛ばせません。例えばフォロースルーがここで終わってしまったりすると飛距離が伸びません。テイクバックからフォロースルーまで、フォロースルーというのはこの打ってからの動きを言うんですけども、こっちは大きく振っていくことによってボールにパワーが伝えられます。フォロースルーの時に注意していただきたいことが何点かあります。フォロースルーを低く大きく出しては意味がありません。クラブを前に飛ばすぐらいのイメージでフォロースルーを大きくしていくと効果的だと思います。フォロースルーの時にせっかくこっちが大きいのに体重が右に残ってしまうとパワーが伝わりません。この時にしっかり左足に乗ってフォロースルーするっていうことがまず大事です。理想としてはフォロースルーの時にフォロースルーを取った後左足一本で立ってボールを眺めているのが理想なんですけども、体が硬い方だとここまで回せないっていう方もいらっしゃると思います。なので打った後少し右に残っていてもこっちが大きければ問題ありません。なのでぜひ試してみてください。